予約の取り方変えますね。予約の取り方、次いつにされますか。絶対ダメです。でそれから、まあ、お客様の財布と自分の財布を一緒にしないと。これまだよくあることです、ね、そうでした最初は、ね、大手サロンに入った時に、化粧品一式セットを販売すると、で7、8万するんですよ。7、8万する。で僕が住んでたアパートというのは家賃月5万5千です。誰が8万円の化粧品を使うんだってことが一番、はい、ですよね。そしたらもう、いや欲しいって言われない限りは絶対話をしない。でも欲しいっていう人はまだいないじゃないですか。実際はなかなか、ね、だから1年間も1円もらえなかったです。正直1年間こんな高い商品売るのは悪だと思って、はい、そう思ってました。で2年目ぐらいからね、まあ、その話をするのがあったんですけど、まあ、そこから売れるようになったんですよね、はい、なので基本的には皆さんが買うわけではないってことです、ね、お客様が買うわけです。だからお客様が悩みを解決していくためのベストプランってあると思うんですよ。それをちゃんと届けるってことですよ。なぜこのプランが必要なのかってことなんですか。はい、もうお金があるない関係なく伝えるってことです。逆に言うとお金がある人には売るんですかってことです、ね、そういう話じゃないですか。お金のない人に教えてあげずにお金のある人だけ売っていくみたいな、それもどうなのって思っちゃったりしますけど、ね、なので、まあ、お金があるない関係なくその人は一応悩んでるわけですから、その悩みを解決する方法って言うんですよ。お医者さんって、ね、あなたはお金持ってそう持ってないって関係なく薬をバンバン進めてきますし、ね、はい、いつ来なさいとかってお金の話一切せずに、こっちの日程も気にせずに言うじゃないですか。来週の木曜日来てねって、いやいや先生ちょっと待ってくださいみたいな、仕事が入ってますみたいな、あじゃあ水曜日どうみたいな、いや、それよりもじゃあ金曜日みたいな、こういうことなんですよ。だからお客様に合わせちゃいけない。皆さんに合わせていただけるようなお客様をどれだけ作れるかなんです。だからまあちょっと話してくれますけど、予約の取り方ありますよね。予約の取り方、次いつにされますか。絶対ダメです。次いつにされますか。逆に言ったら、ね、本当に悩みを解決した人だったら次いつ来たらいいですかって聞きますよ。で次いつにしますかっていうと、あ、相談ちょっと予定がわからないからまた連絡するねって言われますよね。そんな来店の仕方でお客様の悩みを解決するのかってことです。それはプロの仕事じゃないってことですよね。何のためにエステやってるのか、エステをやりたいからエステをやってるのか、お客様を変えたいからエステをやってるのかの違いなんです。お客様を変えたいって思ってるエステサロンであれば、そんな予約の取り方をしちゃいけないってことです。今日こういう状態、お肌はこういう状態だから、ね、来週のこの日に来れませんかって、それとも今週、例えば土曜日、どこどこ行くってお話してましたけど、金曜日に来ていただいて、こういうケアをしていくと、土曜日の例えば、ピクニック、紫外線がちょっと強いかもしれませんけど、その時に備えるようなケアをしていきましょう。それで金曜日に来てもらってます。毎週土曜日来てるから土曜日に来てくれって話じゃなくて、お客様がどんな生活をしていくのか、どういう予定があるのかに合わせて皆さんはやってあげないといけないと思います。一応言うとですね、ダメだっていうふうに答えますけど、土曜日こうだったら金曜日来てほしいなって、普段も金曜日だけども金曜日に来れませんかって、はい、こういう伝え方をしていく、これがプロじゃないですか。それを全部お客様任せにしていると、皆さんの提案は全てお客様の判断で買うか買わないか決まっちゃう。皆さんの言うことは関係ないです、はい、重要なのは皆さんが普段から提案しているということです。提案というのは商品の販売だけではなくて、本気アドバイスの提案です、はい、先週1週間お外に出る時間が多かったんですね、じゃあ今週1週間は本気がしているんですか、こういう食事の仕方していませんか、今まで週に1回しかパックしてなかったと思うんですけど、この、ね、スペシャルパック今週だけ来週だけ2回やりましょうとか、これってお客様のためのケアですよね、はい、こういうことをやっぱりやっていくからお客様っていうのは信じてくれるんですよ。私のために教えてくれる、この人間関係ができていくと皆さんの提案はすぐ通るようになってくるんですよ。ですね、
で、まあ、商品が売れるっていうのは何が必要か、先ほども話しました。悩みを聞き取る技術と伝える技術、これがセットです。で、はい、流れを作る、まあ、これちょっとお話できませんけど、いかにこうね、買ってみたいな、使ってみたいなっていう流れを接客の中で作っていく。でまずは、まあ、受け入れる、ね、共感、質問で、今その、まあ、コロナ禍になって、まあ、多くのお客様に居心地のいいサロンをやっぱり求めるようになったと思うんです。居心地のいいサロン、居心地のいいサロンって何だろうって思うと、やっぱりね、お客様は自分のことを認めてくれるとか分かってくれてるっていうことが大事なんです。あ、この人分かってくれてるなって、なんか話しやすいな、受け入れてもらってるなって、こういうなんとなく気分がいい、心地がいいっていうサロンをやっぱ作っていく。これも一つポイントです。そのためにはまず受け入れ、お客様を受け入れるってことです。お客様を受け入れるから、お客様は皆さんを受け入れてくれるってことですよね。だからしっかりと受け入れたり、お客様が言ったことを認めるね。エステティシャンっていうのはお客様の最大の味方ですから、ね、応援者ですから、お客様がどんなことがあっても皆さんはお客様を応援し続けなきゃいけないんです、ね、ご主人はエステに反対かもしれない、皆さんはお客様を応援するみたいな話ですよね。そういうことです。とにかく応援する。エステサロンに通ってくださいって皆さんね、通った方がいいよって、うちに来た方がいいよって言うのであれば、責任問題なんですよ、これ。責任問題です。通った方がいいよって言ってるのに、正しく通わせないって、これは責任を放棄してしまうんですよ。だから、通ってほしい、契約するべきだっていうふうにお客様に伝えてるのであれば、覚悟を持って、そのお客様を見続けなきゃいけないということです。こういうことをやって、覚悟を持ってやっていくから、お客様っていうのは信じてくれるんですよ。皆さんの言うことを、ね、だからいかにしてね、お客様に対して信用を与えるか、ここはすごく大事なポイントだということなんですね、はい。で、まあ、不満のない接客と感謝される接客ということですけれども、不満のない接客は何かというと、お客様がやってって言ったことをやる、これが不満のない接客です、はい。感謝される接客って何かと、お客様に気づきを与える接客なんですね。気づきを与える、例えば今ね、目の前にペットボトル水があると思うんですよ。水があるんです。で、この水をコンビニエンスストアで買うといった時に、店員さんにポンと皆さん差し出します。そうすると店員さんはピッてやって、はいどうぞって私知ってくれると思うんですよ。そうすると皆さんは不安はないです。でも別に感謝はないんですよ、言うほどね。じゃあ逆に言うと、例えば水をね持ってた時に、コンビニの店員さんに持ってた時に、まあ絶対ありえないですよ、店員さんが、あ、今日は何ですか、お水ですねとね、水ですねと、あ、ちなみにこちらのお水を選ばれた理由って何がありますか、いや、なんか、まあ、最近水飲むといいってテレビで言ってたから、あ、そうですかって、水はやっぱ結構いいですもんね、受け入れね、受け入れですよ。で、ちなみに何か、1日どれぐらいの量を飲むかって、なんかありますか？いや、なんか 1.5 リットルとか2リットル飲むといいなって言ってたな、みたいな。あ、そうですか、やっぱりそれぐらいがね、やっぱり今、体の持ち続けるといいかもしれませんね、みたいな。じゃあ、今日、ちなみに朝から、どれぐらい飲みましたか？いや、朝コップ1杯だけしか飲んでないんだよって。あ、そうですか、って。何屋さんもねって、今、こちらをお手にしていただいたものは、500のペットボトルです。隣に、600っていうのがあったと思うんですけども、受け付けならなかったですかって、ああ知らなかったと、10円ね、ちょっと高いかもしれませんけれども、 100g、ね、多く入ってますから、今日1日考えていただいた場合には500両600の方がお得だと思いますけれど、まあ、10円高くないんですけどいかがですかみたいなっていうと、ああそうかって気づきが起こるんです。その時に店員さんにありがとうって必ず言います。これが感謝さんです。だから皆さんはお客様にこれやってって言われたら、はいどうぞってやらないってことです。必ず一旦受け止めてですね、皆さんのプロの目で判断するってことです。この商品くださいって言われた時にすぐ売らないってことです。あ、こちらの商品気になさってるんですねって、どんなところがいいなっていうふうに思われたとか、何かありますか、いや、なんか痩せるって書いてたからとか、肌がね乾燥が良くなるって書いてたからって、あ、
そうなんですよね、すごくね、乾燥肌にお肌のね、商品なんですけれども、皆さんね、実はこの商品って使い方とか、水分をしっかり分かっていただいた方に、実はご案内させていただきます。万が一お肌に合わないっていうことがあったら、ちょっと申し訳ないので、少しね、何々様のお肌のお話をお伺いさせてもらっていいですかって、そうすると、あ、いいよって必ず言います。それは、あ、じゃあ、いつからどんな乾燥してるんですか、どんな時に乾燥するんですかって聞いていて、あ、そうですか、ぴったりです。言ってあげる。そうすると、これ欲しい、はい、どうぞって渡した時の、この商品に対する信用度と、皆さんがカウンセリングをしてぴったりですよって言ってあげた時の信用度、どっちが高いと思うんですか？圧倒的に後者なんですよ。で、この信じた商品ってリピート率が高くなるんです。なんとなく使って、なんとなく効果が出たけど、やっぱり高いなって言って、次から買わなくなるケースが多いんですよ。お客様本位で買った場合。じゃなくて、あなたにぴったりだっていうのを理解してもらって買った人っていうのはリピート率が上がるってことです。はい。ということですね。はい。じゃあですね、ちょっと最後にね、お話ししていきたいと思いますが、次の文章を読んでくださいということで、今日は皆さんに私